こんにちは、カツボンです。今日からまた元気を出してやっていきたいと思います。今日はですね、すっごく美味しいペペロンチーノを作りたいと思います。ペペロンチーノって皆さん食べますか？塩味のスパゲティですね。ニンニクとバターの、味の、塩味スパゲティです。僕ペペロンチーノあんまり好きじゃなかったんですけど、このレシピを知ってからものすごくね好きになりましたね。すごく美味しいんでね。これは僕のレシピじゃなくて、洋食屋のキチキチさんの、レシピです。はい、だからちょっと人のレシピなんですけれども、すごくねこう作ってみたらめちゃくちゃ美味しかったんで、ちょっと作ってですね、はい、紹介しようと思います。その洋食屋のキチキチさん の動画もありますので、概要欄に、リンク貼っておきますので、よかったらそちらを見てください。はい、じゃあ作っていきます。材料は、パスタ、150g ですね。で、胡椒、バター、ニンニク、パセリ、顆粒だし、唐辛子ですか、鷹の爪ですね。これだしっていうのがちょっと驚きですよね。これキチキチさんのね、オリジナルだと思うんですけども、カツオだしですね。スパゲティ、ペペロンチーノにカツオだしっていうのがね、ちょっと意外なんですけどね。これ食べたら美味しかったですよ。全然カツオっぽさもね、あんま感じなかったですね。はい。早茹でスパゲッティのママの3分早茹でね、早茹では楽なんで。で、だしはですね、コープのカツオ風味粉末だしの素、化学調味料不使用。これね、塩味がすごく、ついてるやつですので、味付けは、これ、一袋で、十分です。塩味ついてます。そうですね、150g にこれ 一袋でちょうどって感じですね。で、作っていきます。パスタ茹でるのは 多めのお湯が必要なので、あらかじめ、沸かしておきましょう。ニンニク一かけら使います。ちょっと多いかもしれないけど、これはお好みでね。僕ニンニク、皮を抜いたニンニク、ちょっと大きいので半分に切って、できた。いい香りだ、ニンニクの。で、パセリも細かく、みじん切りにします。でっかい包丁じゃないと無理だ。オリーブオイルを大さじ2です。大さじ2で、鷹の爪、唐辛子ですねは半分ぐらいですかね。 1本使うとちょっとね辛いすぎると思いますね。 かなりやっぱ辛いから、僕は半分にします。で、中の種をこう取って、ちなみにこれね、唐辛子自家製です。2年前にね、畑で収穫した鷹の爪なんですけどね、ずっと保存してました。はい、じゃあまずね、オリーブオイルでニンニクを炒めるんですけども、手順があります。まずですね、ニンニクを、これまだ火つけてません。まだフライパンは冷たいです。 それでニンニクをこう入れちゃって、で、オリーブオイルもこう入れちゃって、で、それから初めて添加します。中火ぐらいかな。このね、2つとも入れてから初めて火をつけるっていうのがね、多分なんかね大事だと思いますね。プロの料理人多分みんなこうしてますね。多分この方がこうニンニクのエキスがよりね、オリーブオイルに出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、まずこうやってね、オリーブオイルでニンニクをしっかり炒めます。あ、ちょっとずれてた。ごめんなさい、忘れてました。鷹の爪もこの段階で入れます。すごく香ばしいですね。この香りは素晴らしいですね。この鷹の爪も入れてね、ちょっと辛みを出してます。ニンニクね、しっかりここで最初に、ちゃんと火を通しちゃった方がいいと思います。
まあね、ちょっとある程度焦げ目がついてきたら、まあ、あんまりやると焦げちゃうからね、うん、いいかな。そしたらまあ火を止めて、火を止めます。で、そこにバター投入。よいしょ。おお、っと、もうこれだけで美味しそうでしょこれだけで美味しそう。もう今火止めてありますよ、うん。で、胡椒も入れます。いやー、美味しそうじゃないですか。うん。で、ちょっとね、火止めたままこれで放置し、ちょっとね、キープ、放置します。はい、お湯が茹だってきましたので、まあ、パスタ茹でるときはですね、まあ、塩を入れるんですよね。小さじ1入れます、塩。はい、パスタ投入です。150g。早茹で3分。パスタ茹でるときは、なんかこう、最初の段階で、ちょっとこうやってね、ほぐして、麺と麺がくっつかないようにした方がいいらしいですね。何もやんないとなんか麺同士がくっついちゃうっていう風に聞いたことがあります。だから僕はね、こういつもこうやってちゃんと、まあこうやってね、ちょっと軽くかき混ぜながら、あのバラバラにしてね、麺がくっつかないようにしてます。で、ちょっと煮汁もね、ちょっと使うので、煮汁 70cc 取っときます。はい、茹で上がりました。スイッチこっちつけます。で、麺をですね、こっちに移していきます。これ麺の、水気は別に取らなくていいです。ちょっと中火で、パセリ入れて、で、だしの素も味付けしてかき混ぜます。絡めます。ニンニク焦げないようにね。はい、で、完成です。で、鷹の爪を外しましょうか。よいしょ。ザーッと盛り付けザーッと。あ、この煮汁加えるの忘れてた。あ、失敗。じゃあここから加えます。失敗。まあでもいいや、美味しい美味しい。はい、できました。カツ丼が作る洋食屋キチキチさんのペペロンチーノです。はい、早速食べてみましょう。いや、失敗したな。ちょっとこう煮汁をね、加えるのすっかり忘れてました。まあいいや、いただきます。ペペロンチーノ。うん、美味しい。あの、カツオっぽさも全然わかんないですね。うん。カツオだし全部使いましたけど、カツオっぽさはないですね。うん。でも、すごくね、旨味があってね、ペペロンチーノになってます。美味しいです。ちょっと味は薄めだったかもしれない。うん。塩を足してもいいと思います。まあ、カツオだし使うのがね、どうしても嫌だって人は、まあ、粉末のコンソメ、とかね、使うといいのかもしれません。でも僕はちょっとやっぱ一回ね、カツオだしでね、作ってほしいですね、一回。うん。やっぱね、うん。プロのレシピは、すごいですわ。うん。これ自分で作れたら結構感動しますね。僕最初作った時感動しましたもん。うん。ペペロンチーノってなんか、なんていうか、あんまり美味しいってイメージがなかったんですけど、ニンニクとバターのね、このエキスがすごく麺にこう、まあ、絡んでてね、すごくその、味わいが深い、とても美味しいスパゲッティです。やっぱりこう茹で汁を加えることによって適度なそのなんていうか水っぽさというか、まあスープ感があってですね。うん、やっぱり茹で汁 70cc ぐらい加えた方がね、いいと思いますね。うん。まあちゃんと作ってみたい人ですね。まあ僕のこの動画を参考にしてくれてもいいんですけれども、まあキチキチさんのね、本当の動画をね、ぜひ見てみてください。うん。ちょっとね、レシピとか分量とかちょっと変えてます、僕は。まあパスタの量が、まあ、多いですし。なので、まあちょっと本家の方のね、動画もぜひ見てみてください。はい。はい、ごちそうさまでした。ということでね、まあ今日はちょっと
人のねレシピな、他の人のレシピを作ってみましたけども、これはね本当にすごく美味しいペペロンチーノなんで、まあ、あの友達とかね恋人とかねに振る舞ってあげたら絶対に喜ぶと思います。ということで今日はすっごく美味しいペペロンチーノを作ってみました。ごちそうさまでした。2016年8月現在、私カツ丼は、実家で親に養ってもらって生きています。まあ軽めのバイトをしているとはいえ、やっぱりまだまだ親に養ってもらってて、まあ早く社会復帰してちゃんと働いて、経済的に完全に、自立したいと思ってるんですけれども、そうですね、でも正直なところですね、あと2年ぐらいはかかるんじゃないかなというふうに思っています。あんまり、そんなに5年とか10年とかかかるとは思ってませんけれども、2年ぐらいはやっぱかかるんじゃないかなと思っています。まあ、こういうこと言うとまたちょっと反感買ってしまうと思いますけれども、まあ今までに8年間ずっとですね、まあ引きこもり、完全に引きこもりではない、まあ外出とかできてたんで完全な引きこもりではないんですけれども、まあ、ニートでずっと8年間来て働けずに人が怖くて来たんですけれども、やっぱりそういう引きこもりニートからの、立ち直りっていうのは、僕が考える立ち直りっていうのはやっぱりこう人との信頼を取り戻していくことが鍵だと思うんですよね。それで僕はその今年の2月からですね、まあ、第2期活動チャンネル引退した直後、2016年の2月頭からですね、今通ってるふれあいサークルに通い始めて、まあ、半年間ぐらい経ちましたね。すごく、順調です。今まで味わったことないなんていうか、フレンドリーシップというか、居場所というかですね、まあ、学生時代も大切な友達はいたんですけれども、やっぱ僕がやっぱ心閉ざしている部分があったので、なかなか人とのつながりというのはちょっと、得られなかったのかもしれません。31歳になってですね、ようやくなんていうか安心できる居場所、気の置けない心許せる仲間っていうのができ始めてきたのかなと思っています。今まで8年間ずっと動いてなかった人生がようやく動き始めたというような感じ、というような感じがしています。本当に、手応えを感じています。そこでですね、まあその僕がニートから立ち直って、社会復帰して自立していくためのに必要なのはやっぱり人との信頼を取り戻すことなんですよね。学生時代にやっぱいろんな辛い人間関係ですごく傷ついてきて、省かれたトラウマとか、すごく辛い失恋とか、その繰り返しで本当になんていうか、その度に自信を失って、人としての自信を失って、男としての自信を失って腐っていって心を閉ざしていってしまったのと思います。それで8年間ずっとニートで本当に、世の中を恨んで、人を恨んで、本当に腐って苦しんでいました。でもようやくですね、今年の2月にようやくそういうふれあいサークル、人、なんていうか居場所に通い始めることがようやくできました。8年間できなかったのがようやく、開始することができたという、今はまだそういう状態ですので、やっぱここでふれあいサークルで継続的にちょっとやっぱり1年2年ぐらい継続的に通って、その中でやっぱ少しずつやっぱり傷が癒えてくる問題だと思ってるので、やっぱまだ、まだ通い始めたばっかりです、ですので、まだ2年間ぐらいはやっぱかかるんじゃないかなというふうに
思っています。5年も10年もかかるとは思わないです。うん、もう1年とか2年ぐらい、うん、長くても2年ぐらいで僕は立ち直れるすいません、立ち直れると、予想しています。うん、でやっぱりね、うん、ちょっとまだまだ急には無理ですので、少しずつ進んでいくしかない、ありません。まあ僕としてはそういう明確な、社会復帰、経済的自立の道筋というかプランというかですね、そういうビジョンはちゃんと持っていまして、今ね、ふれあいサークルに通って そこの人たちのね、フレンドリーシップ、つながり、友達をね、すごく大切にして、過ごしています。うん、そういう感じなので、まあ傍から見ればですね、こいつは働きもしないで YouTuber ごっこして何やってんだっていう風にすごく批判されますけれども、まあ、僕としてはやっぱりそういう風に、自分の人生本当に真剣に考えています。ちゃんと働いていきたいと思ってますし、うん、でもこの YouTuber 活動ってもやっぱり、うん、本当はね、社会復帰してから始めるべきだったのかもしれない、知れないですけど、でもやっぱり僕としては本当にね、なんか魂から湧いてくる、こうまたしたいっていう、やっぱりこれは僕の人生ワークだと思ってるので、こうインターネット配信、情報発信者っていうのはやっぱり本当に生涯をかけてやっていきたいっていう、まあそういう信念というか、そういうのを持ってやっています。なのでですね、やっぱり、うん、なんていうか、自分の魂からの声に嘘はつけないなというふうに思って、 YouTuber 活動も今、真剣にやっていこうと思っています。社会復帰と YouTuber 活動、どっちも真剣に、私はやっているつもりです。まあ少しずつしか進まないですけれども、はい、という感じで、ちょっとね、お話をさせていただきました。こんにちは、カツドンです。今月9日、2016年の8月9日より始まった第4期カツドンチャンネルが今なんですけれども、すいません、ちょっと第4期ではなく第3期に、変更させていただきます。まあ以前、うん、今まで言ってきた第3期カツドンチャンネルというのは、まあ、今年2016年の2月の頭の、まあ、2週間ぐらい、でちょっとすごく中途半端でだったので、まあ、今まで言ってきた第3期は第2期に統合されるという感じで、まあ、あれがもう全部第2期活動チャンネルということでお願いします。
今月8月9日より始まったのが第3期カツ丼チャンネルということでよろしくお願いします。今が第3期です。はい、まあ、今まで僕2回引退してるんですね。2回引退して2回復帰してですね、まあ、引退復帰を繰り返してきたんですけれども、3度目の正直という意味合いもちょっと込めたいので、今度こそ、うん、まあいろいろね社会の厳しさにあって、うん、まあ、打ちのめされた感があるんですけれども、うん、そこからまたね這い上がって今度は心を入れ替えて頑張って続けていこうという、まあ、思いも込めて3度目の正直という思いも込めて今年8月9日から始まったのを第3期カツ丼チャンネルとさせていただきます。すいません、ちょっと変更させてください。まあ、僕が YouTuber を始めたのは2014年の12月2日でした。2014年の12月2日。そこから2015年の8月8日まで第1期やって、まあ、8月8日に第1期は引退しまして、まあ、引退してからちょうど50日後ですかね、にまた復帰して第2期カツ丼チャンネルが始まりましたが、今年の2016年の2月の頭に、また活動休止と言いましたけども、実質的にはまあ引退みたいなものでした。そこで、そして、まあ、第2期引退して、まあ、ちょうど半年間ですね空いて、まあ、今年のね、あ、今月の8月9日に始まったのが、まあ、第3期活動チャンネル今ですね、という、まあ、流れであります。はい、まあ、第1期第2期活動チャンネルはですね、やっぱりそのちょっとまあ過激な主張というか、まあ、結構その、まあ、反社会的なこともしてしまいましたけれども、まあ、過激な言論を展開して、いました。今思えばですね、かなりやっぱり無理をしていましたし、やっぱりああいうのはもうするべきではないなと思っています。今までの僕はですね、ちょっとやっぱり本当の僕の性格とか気質とはちょっと違っていたような気がします。ちょっとやっぱり、まあ、少し無理をしていたのかなと、改革を起こすぞ、世の中を変えるぞっていう、思っていたんですけども、やっぱりちょっとこう、自分の気質には合ってなかったのかなと思います。やっぱ僕はその基本的に温厚で、まあ、自分で言うのもなんですけど結構優しい人間なんですね。まあ、でもちょっとこうイライラしやすいとか、こう切れやすいとか、そういうちょっと暴力性は今まであって、それはやっぱり僕の病んでる部分だと思います。やっぱりその心が回復して立ち直って、いけばそういう病んでる部分っていうのはなくなっていって、まあ元々の性格である温厚とか優しいとか、そういうのがやっぱ出てくると思います。まあやっぱり、元々生まれ持った性格とかあると思いますので、やっぱそれに沿って YouTuber を続けていく方がいいなというふうに思いました。やっぱり僕はその戦っていくっていう、なんか人と戦うっていうのはあんまり性に合ってなくて、やっぱりこう、なんていうか、ナチュラルライフ、自然と調和した、人とつながったね、友人とか、恋人や家族を大切にしてね、こうハーブティーを入れて飲んだり、野菜育てて美味しい料理を作って食べたりとか、そういうナチュラルライフ、を実践して生きていきたいっていう気持ちがすごく強くて、それが僕のやっぱり、生まれ持った気質というか性格というか生き方なんじゃないかなというふうに思いますので、YouTuber としてもそういう方針でやっていこうと思っています。やっぱりなんか、既存のね、こうなんかおかしいと思う価値観をぶっ壊していくぞみたいな、今まで第1期第2期はそうでしたけれども、それやっぱりちょっと無理があって自分の気質には合っていなかったと思います。あと、まあ漫画ハンターハンターのジンフリックスのようになりたいとか言ってましたけれども、ちょっとやっぱ性格が全然違いすぎるし、ちょっと、無理だなと思いました。まあ、僕は僕でやっぱ僕らしさをこう、貫いていければいいんじゃないかなと思ってます。はい、そういう感じですね。今やってる活動チャンネルを第4期から第3期に変更させていただきます。あと、まあ補足連絡なんですけれども、ですね、最近ちょっとその、まあ、ツイッターでは結構つぶやいてたんですけれども、ちょっとパソコンの調子が悪くて、動画編集がちょっとうまくいかなくて、その、料理動画がですね、ちょっと数日間、がっつり料理動画は、上げられないと思います。だけど、まあ、その過去の料理動画はちょっと再アップ、その代わりに過去の動画を再アップしていきたいなと思っています。は
はい、というあとですね、まあ、今言いましたけどもツイッターもやってるのでツイッターの存在多分多くの人が知ってると思いますけれども多分僕のツイッター気づいてない人もいると思いますので、活動チャンネルのこうページの、まあ、リンクにツイッターのボタンがありますのでそこを押すと僕のツイッターに飛べますので、いろいろその細かい連絡とか、まあ、そこで随時ツイートで書き込んでるので、ツイッターもぜひ、チェックしていただければなと思います。ということで、よろしくお願いします。